さ、なんか暗いよ。ううん、なんでもない。無理もないよ。転校してきて早々あんなことがあったんだから。そうだね。ねえ、マヤって本当に死んだの？事故だって。私信じらんないのよ。マヤのことだから今頃学校サボってどっか遊びに行ってるんじゃないかって。気持ちはわかるけど本当に死んだんだよ。ニュースでもやってたし。でも実際見たわけじゃないでしょ。それはそうだけど、いつもみたいにさ、エリたちと一緒に来るような気がするんだよね。ねえねえ、ちょっとこの写真見て。あ、この間公園で撮ったやつじゃない。うん、私可愛く撮れてる。この和枝の写真の光の写り方なんだけどさ、なんか普通じゃないと思わない？なんで？心霊写真だとか。こんなのフィルムの傷かなんかに決まってるじゃん。でしょ、私もそう思うんだけどさ。違うって、これは傷なんかじゃないよ。だってだってだって、なんか気持ち悪いじゃん。ミサはどう思う？写真屋がミスっただけだよね。これはミサが転校してくる前に撮った写真なんだけど。何よ稽古まで。マヤ、マヤってまさか。これってカズエの写真と同じじゃない？気をつけた方がいいよカズエ、かなりヤバそうだから。そんなことないわよ。ねえミサ、マヤが死んだのも写真が原因ってこと？原因とは言わないけど、何か関係があるのは確かだわ。じゃあ
心霊写真ってことなの？そうなんじゃないかな。あの時確かに何か感じた。アグロンテタグラムワイケオンステイムラマトンエロハレスレトラクサムマトンクリオランイキオン。アグロンテタグラムワイケオンステイムラマトンエロハレスレトラクサムマトンクリオランイキオン。あんなの偶然に決まってるわよ。まさか本当に写真のせい？恵子が言ってたように偶然だよね。大体写真なんかでさ、もし写真に何かの力が働いているなら、写真を撮ったあの場所で何かが分かったはずなのに、誰かが私の邪魔をした。魔術の力だ。リサ、ちょっとこれ見て。ゆかりは？そういえばまだ来てないけど。ミサ？ミサ？大丈夫、なんでもない。誰か助けて。やっぱりこの写真に写っているもの全員に何かが起こるんだよ。全員って私たちにも？あの時エリが写真撮ろうなんて言い出さなければ。私のせいなの？そういうわけじゃないけど、写真撮らなければ誰も死ななかったかも。秀美！
くなってる。魔術の力。魔術だなんてそんなことが本当にあるよ。だからミサが和江やゆかりが死んだ時体に痛みを感じたんでしょ。今の私の力じゃみんなを守ることはできない。でもこれを身につけておけば大丈夫だと思うから。エリとエイコを探してくる。ミサ早く戻ってきて。みんなここから外に出ないで。もしもし、エイコ今どこにいるの？ミサが探しに行ったよ。エリの家に二人でいるの。エリね、ずっと泣いたまんまで。もしもし、エイコ？ごめん、私が変なこと言ったから。とにかくそこで待ってて。じゃあね。どうするの？ミサに知らせてあげないと。まだ探してる。でもミサ携帯もベルも持ってないし。怖いね。みんなと一緒にいればよかったね。ミサ、クミコ、外に出ちゃいけないって言ったのに。今エイコから電話があったの。二人ともエリの家にいるって。そう、私行ってくるから。クミコは早く戻って。私も一緒に行く。エリに謝りたいし。それにミサ、これくれたし。みんな大丈夫かな。Ready?
子。ダメ、誰も出ない。エイコ、その写真マヤでしょ、カズエにゆかりにクミコもう揃えるの本当大変だったんだからエリー、まさかあなたが。今日は英子も来てくれたし、こうしてミサもここにいる。みんなあなたがやったのね。別にいいじゃない、写真の上でみんな一つになれるのよ。あんたの力を封印するためにね。どうミサ、もう体の銃効かなくなってきたんでしょう。
かりするんだから。リサ、今度こそ行くね。誰も救えなかった。早くしないと誰かが死ぬ。この中の誰かが殺される。パパ、ママ、言われてるんだって。うちこんなに次々事件が続くとね。もう終わったんだよね。もう大丈夫なんだよね、ミサ。
なんか怖い。私携帯貸そうか。ありがとう。早くかけなよ。先行ってて。オッケー。彼氏からかね。どうの彼氏だか。変な番号。あなたは誰？何が目的なの？なぜこんなに血を必要としているの？七人？もしかしたら星座を調べる？ちょっとひらめいたことがあって、みんなの星座を知りたいの。マヤやエリはすぐわかるけど、ゆかりとかは、まあ誰かに聞けばいいか。エリは私と一緒だから5月15日かな。じゃあ緑は射手座で、でエリは牡牛座ってことね。わかった、ありがとう。ゆかりは確か10月9日だったかな。10月9日ってことは天秤座。英子は9月13日乙女座。和江は6月27日だから蟹座。久美子は7月29日獅子座。マヤは魚座。これで全部分かったけど、これからどうするの？誰かが魔術を使ったみたい。魔術？そう、七の封印。七の封印？土星、木星、火星、金星、水星、月、太陽、7つの星すべての守護天使を封印する魔術。守護天使？7つの星にはそれぞれを守護星とする星座があるの。土星は水瓶座、木星は射手座、火星は牡羊座、金星は天秤座、水星は乙女座、月は蟹座、太陽は獅子座。その7つの星座の人間を殺せば7人の守護天使は封印される。そしたら守護天使を封印した者は大いなる闇の力に迎え入れられ、永遠の命を手にすることができるの。でもさ、もう7人死んでるんだから封印は完成したのよね。それはまだ。わかった。マヤは魚座だから7つの星の星座には入らないんだ。10
じゃあまだ6人あと1人死ぬ。足りない星座は水亀座。ひでみ、誕生日は2月12日水亀座。稽古は私も水亀座。ミサは水亀座なの。この中の誰かが死ぬのね。もう一つあるの。ナナの封印は月の満ち欠けの一つの周期の間で殺さなければならない。そして今日と明日が満月なの。つまりこの中の誰かが今夜か明日には殺される。ミサ、あなたの力でなんとかならないの。いや、私死にたくない。死にたくない。死にたくない。ケイコ、どっちかが私の力を封じ込めている。なんだか恵子のことが心配。無事に家に帰ってるかだけでも確かめてみる。どうせ帰り道だし。そう、じゃあとにかく気をつけて。早くしないと誰かが死ぬ。悪魔の力を持っているのはどっち？ケイコだったのね。本当にごめん。ごめんね、ミサ。なんか全然記憶が。
急にポケベルが鳴って、それでその番号に電話したら、それってそれからは何がなんだか。今のは何なの？これはただの番号じゃないわ。そういえば昨日、緑がおかしくなる前にもやっぱり電話してたっけ。確かあの時もポケベルが鳴って、それで電話して、そうだ、マヤも。どういうことなの、ミサ。これを押すと指が逆十字を切る。逆十字、これは悪魔を召喚させるの。召喚？そして魔術の力を封じ込める。あ、まだいたのか。矢島恵子今日休みだったんだけど、何も連絡ないんだけど、お前ら何か聞いてねえか。いや。そうか。お、2人とも最近危ないから帰るよ。でも信じられない。今までの一連の死を恵子が操ってたなんて。私は今夜恵子の家に行ってみるつもり。私も行く。秀美は家に戻ってて。でも何かあったら連絡する。今日は最後の満月。分かった、兄さんに任せる。でも何かあったらすぐ連絡してね。今の私には力がないの。もし何か起こったら助けてね、パパ、ママ。エイコ、あなただったのに。死ね。お前が死ねばいいんだ。そうすれば永遠の命は私のもの。
どうしたのよ。早く、早く。ミサ。どうなの？あなたも魔術を使わなければ普通の女子高生ね。こんなからくりもわからなかったとは。七人目は初めから稽古なんかじゃなかった。初めからミサあんただったの。なぜ？あんたには命以外に別の力がある。魔術の力、それが必要なのよ。闇の世界に迎えてもらうためには。私はあんたと一緒に毎日毎日わざとこの逆十字の呪いをかけた橋を通って徐々に力をここに封じ込めた。だからお前の死に場所もここ。命が流れ出していく。でももう止められない。苦しむがいい。力が満ちてくる。お前が死ねば私は不老不死の体になれる。お前は誰も救えなかった。惨めだな。みんな苦しんで死んでいったよ。友達を殺すなんて。友達？バカな言葉だ。あいつらの恐れ、苦しみ、そしてお前の痛み、それが我々の力の源になる。さあ苦しめ、もっと苦しめ。パパ、ママ。許さない。あなただけはみんなが味わった苦しみを今度はあなたが味わうのよ。来るわ。
私の妹の名を。あなたはアンリ様に殺される。アンリに殺される？どうして？どういうことよ！もう行っちゃうの？私は学校になんていない方がいいみたいね。ミサ、サンキュー。アンリ。また人が死んだそうね。単なる偶然だわ。さすが、本物を見て書いただけのことはあるわね。Thank you.
アイクラフト氏は昔からファンタジックな作風で知られていたんだ、うん、でも2年前アトリエの火事で大怪我してさ、うん、両目完全に失明したんだ。だって今書いてるんでしょ。それが1年前奇跡的なカムバックしてさ、医者は絶対回復不可能って言ってたけど、それからさ、アイクラの作風が変わっちまったのは、こんな気味悪い悪魔や怪物の絵ばかり描くようになっちまった。おい、あれ雑誌のグラビアみたいだよ。アイクラの代表作の波小僧さん、脇にいる美人がアイクラの専属モデルで婚約者の宮本波子って女さん。アイクラの絵は普通の方とは違う感性で描いておりますので、まあご理解いただくのは難しいかと思いますね。しかしあんな化け物に描かれてニコニコしてる神経ってわかんないよな。でもあれどっかの銀行買ったんじゃなかったっけ。知ってるか、アイクラの絵を買ったやつはみんな原因不明の改装を遂げて、その度に絵が返品されてるんだ。呪われた絵か。それでも買いたいやつっているんだよな。お嬢さん知ってますか、アイクラフト氏のあだ名仮面画家って言うんだよ。仮面。そう、アイクラはね、四六時中すっげえ気味悪い仮面をつけてるのさ。誰もその素顔を見たことがない。噂じゃ2年前の火事の時にものすごく。ケタケタ。何かお気に入りの絵がありましたか、お嬢さん。さすが本物を見て描いただけのことはあるわね。その面はピックマンの面、中世の悪魔崇拝者たちが儀式に使った。大勢の生贄の血が染み込んだ呪われた面よ。私の一族は何百年にもわたってその面を封印してきた。だけど2年前何者かによって盗み出された。魔術、悪魔、呪い、素晴らしい。絵描きにとってはインスピレーションの宝庫だ。君には想像もできまい。この面が見せてくれる人間の想像力や美の観念を超えたあの世界の美しさが、今まで芸術家が到達できなかった究極の美だ。どんな言われがあろうと構わない。それは人間が見てはならない世界よ。見えないのね。その通りだ。僕は失明している。だがこれをつければ見える。この面が見せてくれるんだ。これはもう僕の目そのものだ。誰にも渡すものか。あ、その面は魔界の光景を見せ、その代償として人の命を削る。あなたの命もだいぶ削られているわ。面は破壊するわ。アドリンでアルタルとカメリナル、プルエリとマレルのルデル、サタンよ、我に力を与えたまえ。アスタルとアドリンでカメリナル、プルエリとカデミル、アルイエリア、カルニンテリロン、プルエリとカーセクレピオルパスティス、アルイエリア、カルニンテリロン、プレオリブファーデミレピオルパスティストリア、アスタルト・アドリネ・カメリナ、プレエリア、アルイエリア、カルニンテリロン、プレオリブファーデミレピオルパスティストリア、アスタルト・アドリネ・カメリナ、プレエリア、アルイエリア、カルニンテリロン、美しい、プレピオルパスティストリア、アスタルト・アドリネ・カメリナ、プレエリア、アルイエリア、カルニンテリロン、プレス、プレピオルパスティストリア。
返して。一つだけ条件がある。条件？君の絵を描かせてくれ。私の絵？こんなもの君に比べたら落書きに等しい。君の本当の姿、僕にははっきりと見えた。言葉でなんか言い表せない魔界の官能的な美が、それが君だ。君を描かせてくれるなら喜んでこの面を返そう。再び暗黒の地に戻っても悔いはない。君を描きたい。僕の最後の作品として、お願いだ。わかったわ。約束よ。猶予は1週間。その時面を返してもらうわ。先生、どうしてあんな約束してしまったんです？そのお面返したらまた見えなくなってしまうのに。そんなにあの子がいいんですか？うわぁ、これが新しい交代っていうのはむちゃむちゃ気持ち悪いで。趣味悪いの。その絵の呪いでまた人が死んだそうね。単なる偶然だわ。あなたがモデルの絵なのに気にならないの？優れた作品には不幸な伝説はつきものよ。不吉な噂が大きくなればなるほどこの作品の価値も上がるはず。モデルとしては光栄だわ。そう。でもそれは私があの面を封印するまでの話。え？あの絵は若い女性の血を好む。これ以上犠牲者を出さないためにもあの面は封印するわ。明日は約束の日。面を受け取りに行くわ。
血を欲しがっているんですね。もっと見たい。あの苦しいまでの美をずっと見続けていたいのに。先生、あの子を選んでおきながらどうして私の胸で泣くんです？病院じゃ携帯使えないんだもん。しょうがないでしょ。え、大丈夫よ。こう見えても合気道三段なんだから。じゃあ切るからさ、また後でね。出さないと言ったでしょ。あなただったのね。そうよ。あの目に血を吸わせ続ければ先生はずっと絵を描けるのよ。そのために何人もの人を殺したというわけ？先生が喜んでくれるんだったら何だってやるわ。だって先生から光を奪ったのは私なのよ。また絵が描けるんだ。本当ですか先生？綺麗だ。君はこんなに美しかったのか。僕は君が描きたい。嬉しい。マニコ、君は美しい。しまみれだ。やっと私を見てくれたのに、あんたなんか現れなければよかったのよ。答えなさい。あなたにあの面を渡したのは一体誰？
シスターの名前はアンリ。まさか面は約束の日は明日じゃなかったかな。まあいい、ちょうど今完成したところさ。最高傑作だよ。それじゃあ面を返してもらうわ。ああ、約束だ。力と神の祝福を併せ持つ究極の存在。君は僕の絵の中で永遠に生き続けるんだ。あなたはナミコさんがその面に血を与えるため人を殺していたということを知ってたの？ああ、初めからな。お前は芸術家なんかじゃない。やれ。僕が芸術家でないのなら一体何なのか、ぜひ教えてほしかったな。お前はただのエゴイストよ。いやいや、ハスター、フワヤクブルグトム、ウトラグルムブルグトム、はいはい、ハスター、いやいや、ハスター、フワヤクブルグトム、ウトラグルムブルグトム、はいはい、ハスター。頼む、僕から光を奪わないでくれ。最初から光など見えてなかった。お前が見ていたのは闇だ。どうしたの？いや、何を苦しんでるの？見えるぞ、悪魔の世界だ。神に許されざる暗黒の世界。美しい、描きたいこの世界を。あれなんだ、あれは。ワンリー、見えてなんかいなかったわ。その人が本当に光を失ったのは火事の時じゃない。悪魔に魂を売った時よ。エコエコヒプノス、エコエコノーデンス。
一個一個あざ通す、一個一個ぼさすら。あとは。
こしたの？帰りを待ってたの。眠れなかった？安心した。外科病棟お願いします。岡本ですが。あ、はい、わかりました。はいはい。患者の容態が急変したそうだ。行かなきゃいけない。すぐに帰ってくるから。最近岡本君はどうしたんだよ。例の奥さんの件でしょう。事情は分からんでもないが、有能なやつなんですが。杉村君、はい、何ですか先生。トライベントとスリンクが年齢とともに変化する。不死か。あなたにまとわりつく邪悪な風が多くの血の匂いを運んでくる。なんだ君は。いい加減に馬鹿げた血の共演は終わりにした方がいいわ。今日は具合が良さそうでよかった。さてと。さあ、どっちだ。ビンゴ。
人の血を求める怪物。昨日も私が噛んでしまった人殺してきたんでしょ。知ってる。でもあの人たちには何の罪もないの。悪いのは私なのよ。これはウイルス性の病気なんだ。だから絶対治る。治療法さえ分かれば必ず治せるんだ。夜の闇の深さが分かる。もう日の光がどんなんだったか忘れちゃった。また昔みたいに海に行きたいな。また行けるよ。ダメ、今行ったら私仮装になっちゃう。もうすぐ血栓もできるはずだ。もしできなかったら私は永遠にこのまま太陽の光を恐れ闇の中に閉じ込められたまま、その時は私を殺して。待ちなさい。マーシャルハウアエイザースト、マーシャルハウアエイザースト、マーシャルハウアエイザースト、マーシャルハウアエイザースト。カオル、人々がどんどん死んでいく。一体いつまでこんなことを続けるつもり？早く彼女を殺しなさい。できない。彼女を殺すなんて僕にはできない。今の彼女は果てしなく知恵の渇望に支配された吸血鬼。君は一体。彼女と僕は去年の夏海で知り合ったんだ。一目惚れってやつ。彼女もそうだった。ずっと一緒にいたかった。結婚するとすぐに彼女は高熱を出した。初め風邪かと思ったんだが違うんだ。どんな抗生物質を投与してもちっとも熱が下がらない。僕は自分の大学病院に連れて行って検査もした。でも原因がちっともわからないんだ。僕は医者として自分の無力さを思い知らされた。そこで一
人から教わったことは全部試してみる気になったんだ。神でも悪魔でもよかった。彼女が治ればそれで人に教わった新しい薬を試してみたんだ。今思えば普通じゃなかったんだ。アンリ、僕は驚いたよ。その薬は驚くほどよく効いたんだ。まるでそれまでが嘘みたいに、彼女は全開した。しかし次第に日の光を避けるようになったんだ。彼女は日中の外出をほとんどしなくなってしまった。そして通常の食事もまるで取らなくなったんだ。彼女は人の血を吸うようになった。もちろん毎晩じゃない。彼女が発作を起こさない大抵の晩は僕たちは普通の新婚と同じなんだ。彼女はまだ人間だ。僕を襲わないのは理性がある証拠だと思う。すぐ夜が明けるわ。もしかしたらすでに彼女は家に戻っているかも。これはカルネアの結界。カルネア？一度この中に入った不浄のものは二度と外へ出ることはできない。万が一のため、ただしこの中へは自分から入らなければならないの。悔いは。優しい寝顔ね。ああ、今のうちに楽にしてあげて。マーシャルハウアイザースト、さあ早く。できない。今を逃したらもうチャンスはないわ。彼女が人間であるうちに殺してあげて。
ただこの中へは自分から入らなければならないの。さあ、カオル、僕の血をあげよう。山ほど上がっております。国軍
ロイ・ミサは疑いもなく魔女なのです。